している結果、供述が二転三転しているということで、結局犯人も言われずに未解明事件となってしまったということで、この事件も、警部補さんということなので、犯行をうまく語ることが、できるわけですね、職業柄。で、なりすましを犯人として、なりすまししてるんじゃないかというような可能性もあるんじゃないかと。ただ、遺族の方は、釈放してるんですから、やはり検察審査会、市民から選ばれた審査員でもう一度やってもらいたいと、いうことなんだと思います。また審査会でもう一度、証拠などを見直してもらいたいなというふうに思います。難しいですね。さあ、続いてね、こちらもロイヤルベイビーね、生まれて大変で、経済効果でイギリスで381億円なんで、ちょっと暇。